ですね。さあ、これはボタンチェック、ボタンチェック、え、メイン。おっと、カオルのキャラがアンディ・クラーク、あ、タクマランダム、タクマランダム、タクマランダム来ました。まあ、2試合選手なのでキャラ替えは負けた方のみありです。さあ、トモ選手の方はセンキムエリザベートですかね、これは。さあ、先方戦、ゲージのないタクマでどう立ち回るか。まず画面端めをしていたのはトモ選手。さあ、固める、確かカオルのガードが硬い、押し返す、投げて、さあ今度はカオルの8攻め、耐えれるか。さあ一応入れ替えて、今度はトモ選手が8攻め、しかしカオルの体力はほとんど減っていない、コマ投げを避けている。さあこれはきついか、しかし2試合のゲージがたまるぞ。さあ、タクマが乗っかっていく、残り25秒を切る、しかし駒投げ、ライダイ、ヒエン、ヒエン、前方戦を制したのはカオル。さあ、カオルの仕上がったという噂のタクマが、果たしてどこまで活躍するのか。さあ、そして次砲はキム、これドライブゲージがあるので危険だぞ、台形から壊し、しっかりつないで、8攻め。さあ、このキムの演台系が下段無敵というスーパー性能、そしてガードさしてキム有利でヒットなら壊しがつながる。さあ、その台形を軸に立ち回りたいが、カオルが端から逃がさない、お、投げは出なかったが、そして壊しが刺さって8攻め継続、壊し投げはしっかり抜ける。お、ジャンディーでトモさんが取り返す。さあ、次砲のクラス、ランダムとのことなんですけど、カード結構クラーク使えるんでね、顔のサブキャラ軍にも注目したい。さあ、しかしジャンプフットバカウンターからしっかりコンボを決めて、白龍の継続、前ビーで崩れてしまう。さあ、そこからのドライブコンボで、あー、しかしミス、今のは殺しきれただけにもったいないか。空中逆三月をガードして、さあ、見切ったミスからの大反撃、しかしこれはゲージが足りなかった。さあ、ガーキャンブットまで端に追い詰めて D 投げで逃がさない、しっかりしてますね。からの BR 前進、そして置き攻めはカラジャンプからダッチ D は抜ける。さあ、 F 三月、カオルが粘る、気づけば体力がほぼ五分になっている。さあ、ゲージ的にはカオル有利だが、なん削りでも死んでしまうか。さあ、追いついてどうなる、ジャンプフットまでカオルが次砲戦を制す。さあ、ここでトモ選手、魂のキャラエリザベートが登場。キャラランク的にはかなり弱いと言われているんですが、果たしてどうなるか。さあ、駒投げを屈伸で避けてアルゼンチンからの橋攻めをしっかりガードで耐える、耐える。このゲームはガードでゲージが溜まるので、すごい耐えることに意味があるんですね。なのでガードが上手いと単純に強いというゲームです。さあ、カウンターから端から逃げれない、これはきつい、発動、発動で多分ガースラ狙いに行ったんでしょうけど、逃げられましたが、ドリームキャンセルで1試合目先取したのはカオル。いや違う、ランダムでいい。あ、キャラ勝った方はキャラ変えれないっていうルールですが、ランダムの場合は、ランダムを選ぶということで、
進めさせていただきます。あ、これリスタートしたらキャラ変わる。OKOK。 でも順番が、あ、順番も固定。なるほどなるほど。さあ、対戦を選ぶとキャラは変わるが順番は変わらないという仕様らしいので、3番に向いてないキャラを引く可能性もあります。さあ、ここでカオルが引いたのは時報クーラ大将チン。カオルのチンとか見たことないぞ。さあ、先鋒戦。さあ、大前尾ヒエンからヒエン、ワンレツ、ドライブキャンセル、大パン前尾。さあ、仕上がったタクマが先鋒戦を制す。さあ、時報キム。さあ、タクマの体力がほとんど減っていない。これはなんとかキムで挽回したいところ。さあ、投げはしっかり抜けている。さあ、エンジリーからしゃがみビリをしっかりつないで足攻め。しかし投げが通らない。投げて、さあ、カオルはやっぱ立ち台キックが下段無敵なので、しゃがパンで立ち台キック防止をしてますね。そういう地味な対策をしっかり見せていくが、中段をガードがエンジリーに引っかかる。さあ、これは体力ほぼ減ってない、追いついた形になったトム選手。さあ、カオルのクーラー、これは私も初めて見ます。さあ、対空しっかり。さあ、これはどうなるんだ。ガキャン吹っ飛ばして発射を維持する。しかし何も派生しない、勝利はいつかってしまう。 EXPN で切り返して、さあ、これは明らかに使えないオーラが出ている。大丈夫なのか。さあ、ガークラー。さあ、今度もしっかり、これはさあ、詐欺セットプレー、しっかり詐欺って、先ほどから恐竜でしかダメージを取っていない。これはランダムで出るのはちょっと早かったんじゃないか。さあ、大将チン。さあ、これも見たことないぞ。しかしゲージは、あっ、発動コンじゃなくてノーマルのゲージ消費コン、半分減らして8攻めキープ。これはきついか。さあ、これ必殺技すら知らないレベルだぞ。これは大丈夫か。さあ、カオル、もう投げたいオーラが出すぎている。それは抜けられる。さあ、中段ガードできない。これはきついか。さあ、カオルから泣きが入った。合格に一致し、これはキャラどうするんだ。ルーザーズあるよ。あ、ルーザーズがあることを聞いてキャラを変えずに、さあ、決定戦のカオルのキャラはなんだ。おっと、ちょっとこっちから文字がすごい。バイスかな、バイス強ですかね、バイス裏強ですかね。これはこれはきついんじゃないのか。さあ、タクマでどれだけ倒せるか。ちなみにですね、カオルのイオリと今日は実は本人も認めてるんですけど、かなり弱いです。俗に言う KOF のオーソドックスキャラはかなり弱いです。さあ、なんとか今日まで回さずに勝ちたいところだが、どうなる。さあ、1本目先鋒戦を制したのはカオル。ここまでは先ほどと同じ展開。
さあこのキムの牙城を崩せるのか。さあ立ち台 K を牽制してゲージを溜める。全然ネイチを入れ替えれた。これは美味しいぞ。しかしコワコワコワ発動、安定のネオマ。これは気に切るか、死なない。立ち台しゃがみ台 K の上を立ち台 K で悠然と通過。これがキムカッファン。さあバイス果たして使えるのか。前をしっかりガードする。さあ投げて、あーセットプレーのめくりが見えないが、コンボを見せてしまう。おっと EX が出ない。またも EX が出ないのか。これさあしっかり出して発動コーンできるのか。ガン。さあ B サイドループから安定、ド安定コンボを取る。そして死なない。これはあるぞ。さあ落ち攻め、あー EX ぶっ放したんですが不発。まあでも依然香り有利。さあしっかり駒投げを決めていく。さあ鬼門のキムを抜いて大将のエリザベート。さあどうなる。しかしエリザベートのゲージは十分。そしてバイスはゲージがない。バイスはあの EXP サイドが何でも判定なので、まああれを決めたどこからでも状況でフルコンが狙えるというキャラなんですけど、ちょっとゲージがないんで厳しいかもしれませんね。さあそしたら8攻めはジャンプフットバで切り返す。しかし上から乗っかる。たまらずガーキャン電源使うが、おっしかしツルアンが抜かれる。さあエンディを振る、エンディを振る。これがいけるんじゃないか。あはトッターがでかすぎる。ザクとダイの使い分けができていない。そしてしっかり決めてしまう。さあ大将の裏強、お疲れ様でしたとカオルの弁。どうなる。投げ返してセットプレーはさすがにただのカラージャンプ。一生エンディを押す。こうぎこちなさがやばい。当てみたらのコンボ。さあ落ちる。さあこれはきついぞ。ジャンプフットバー大パン。さあどうなる。果たしてカオルはコンボ知ってるのか。これは投げ出してて、これはおっと繋がらない。しかしこれはもう詰みか。カオル4ゲージあるから。お願いことつき、これはランダムで出るのは早かったんじゃないでしょうか。勝ったのはトモアットマーク KP さん。店長か、お、何対何ですか。店長何対何です。それでは、次の試合を始めていきたいと思います。配信台の方でレシオランダムさんと、三毛店長。さ配信台でレシオランダムさんと三毛店長。そして、もう一度奥の台、E かな、E 筐体で、これは何て読むんですかね、晴れ国さんでいいんですかね、ちょっと読み方を教えていただけると助かります。と、まんじゅうさん。まんじゅうさんと晴れ国さん、E 筐体でお願いします。さあ続いてはメイドカフェコッチャ店長、サンゲ店長と
謎のプレイヤー、謎の覆面プレイヤー、レシオランダム選手。さあ、さあこれはランダムは何を引いたんだ。おお、マイがいる。メインキャラのマイ、メインキャラ、メインが何を言ってるかよくわからないが、メインキャラのマイと、これは爪、炎、どっちですかね。炎、炎をビリー、マイ。さあ店長は先日行われたアチョウでの紅白戦で獲得してかなり気持ちよくなってしまっているとの噂。ここでお灸を据えられてほしい。さあファーストヒットはレシオランダム選手、言いにくいですねこれ。さあ投げ抜けが漏れて飛びからしっかりコンボドン。さあおっと空手を使って T 負け、これはきついぞ。気持ちよくなってると噂の店長。さあしかし時報は魂のキャラレオナ、ここでなんとか挽回したい。おっグランドセーブをしっかり投げる。これは青い花に反撃がないと踏んだのか。青い花で押していく。トーマ青い花に引っかかってしまって8度目、これはきつい。すごいですね、あのおお、うますぎるこいつ。レッシオランダム一体何者なんだ。ちなみにですね、あの青い花2発入れてから恐竜鬼焼きを入れてますが、あれはあの青い花を八乙女でカラキャンセルするという細かいテクニックですね。しかもドライブゲージがあるとスパキャンになっちゃうんですけど、そのスパキャンにならないタイミングで入力するのが結構難しいんですけど、完璧ですね。さあ魂のキャラが落ちて用心棒キム、どうなる。ランダムに3発されてしまうのか。さあ低空反撃で崩していく。そして、あれ繋がっていない。あ、ナメプレイの大反撃なんで削り系を。さあレシオランナー選手2人目はビリー。さあ海外では評価の高いビリーですが、紅白戦でも関東の、直樹選手ですかね、のビリーがかなり活躍してましたね。おっ、しっかり挙手に挙手をくぐって反撃、ビレー小足で崩して橋攻め。これはもうこうなってしまうとビリーが結構きついか。前で無理やりこじ開けていく。ヒエンザをぶっ放してしまう。さあキムのゲージが溜まったが3人目がいるので使いどころが難しい。さあここで使って ND コアコアに3人目不安からの弱ヒエン、走らせる弱ヒエンをチョイス。なんかセットプレーがあったんでしょうかね。さあどうなる。これをこのまま倒せばまだワン、あ最後前だった。これはワンチャンない。さあなんとか大将前を引きずり出すの。このゲームの最強状態の一人のキャラが出てきてしまう。マイというキャラですはですね、あのネオマックス技が非常に強力で、まあ、相手が動くとこうなるんですよ。こうなってしまって1試合目勝ったのはウー選手、ウーじゃないレシオランダム選手。おっとおっと誰でしょうね。さあ続いて引いたのはロバート・リョー・レオナ。しかしまたしても謎のプレイヤーのメインっぽいキャラが一人入っている。色がダサい。これ大事やね。さあどうなる。先鋒戦両空手。さあこの組み合わせは両が若干きついと言われるが、さあまず端に持っていったのはレシオランダム選手。そうレシオランダム選手はオールランダムですね。さあカオルとは違うんだというばかりの動きを見せるレシオランダム選手ですが、さあ店長は徐々に
スペースを掴んできたが EX 後方は1ヒットしかしない。さあ小足で崩れてしまう。フォアフォア EX 戦からしっかりゲージを使って殺しきる。さあこれは戦場きついか。メイドさんも失笑しているぞ。店長見ないでとのことです。ダメです、そんな甘えは許しません。さあ魂のキャラレオナしっかり対空。お飛びが通って、あーしかし今度がつながらない。この組み合わせはかなりレオが優位だと言われているが、なんとかなるか。立ち台系ヒット立てるから、おっとこれは珍しい。コモミしかし8継続、これがくつい。おー突破で切り開くあるぞ。さあロバート、これはかの某有名な関西のプレイヤーが三角飛び最強と言っていたロバートだが、どうなる。三角飛び、しかしこれは見逃さない。おっと連武脚流撃、怖い。さあきつい、橋から逃げれない。しかし、あこれロバート側のゲージがあるんで何か刺されてきついぞ。おーうまっ、後ろ A を対空に使う、あ前 A か、前 A を対空に使う。うわ、あの技を有効に使ったの初めて見ますよ。さあ牽制合戦で押されている、きついかこれは。お刺し台が刺さる。そして砲脚から三角飛び、三角、おー昇竜ぶっ放す、なーい、ユーコランドまでぶっ放す。あこれは暴発しかね、さすがに。さあ果たして鍛えるのかレオナ。そして三毛店長はメインキャラのレオナなんで対策はバッチリでしょう。さあイヤリングを縦に攻めるが、あ確かに壊しとこの立ち台キックの相性がいいんで、キムがかなり有利っぽいですが、どうなんでしょうね、そこはなかなか分かんないですが。さあ立ち台系からの初ロートン、これは逆転するか。コンボミスる、店長。そして下に V スラ、これはきついか、これはきついか。明らかに店長の動きが焦っているぞ。これはもう心が、おーおー素晴らしい。サンゲさん突っ込めてわからないか、中断はバレバレ。さあさあこっからどうなる、どうなる、どうなる。イヤリング爆弾発動、イヤリング爆弾。うわさあ勝ったのはレッシュハンナル選手、楽勝とのコメントです。結構危なかったような気がしますが、E 兄弟の方終わってますかね。まんじゅうさんと歩くさんまだっぽいですか。じゃあカラキさんとアレフさん、カラキさんとアレフさん、カラキさん、カラキさんいますか、カラキさん、RF さん、配信台でお願いします、カラキさんと RF さん。あ、大丈夫です。
RF さん、RF さん、RF、 なんか入って声は聞こえるけど、いない、あ、いたいた。さあ、唐木さんはパッドプレイヤーということで、今コントローラーの差し替えが行われております。さあ、久々登場の RF、開始時にの試合で、レシオ、違うね、あれはウーさんですね、ウーと対戦してたんですが、かなりキレてました。かなりキムとリョウにキレてましたね。さあ、そんな RF1 回戦はどうなる？大丈夫ですか？どうしました？後で光でわかるんで。ボタン配置は一応キャラセレで変えた方が。さあ、準備ができたら始めてもらって構いませんよ。さあ、晴れ国さんとまんじゅうさんの結果も終わりましたら、こちらに報告お願いします。終わりました。どっちか出ました。まんじゅうさん、はるくにさんが、なんて読めばいいですかね。はるくにさん、はるくにさんが、これあれですね、なぜか E 兄弟がルーザーズ行きっていうトーナメントになってるんで、俺が負けたら俺がルーザーズになってますね。これステージは自由で、できれば砂漠とか空母とか見やすいステージでお願いします。さあ、 RF のキャラがベニマルダイモン炎より、さあ、カラキさんは状況ベニマル、ここは髪型が個性的なチームですね。さあ、先鋒戦、炎より対ジョー。ジョーはスタンコンボがあるというぐらいの事前情報しかないんですが、さあ、大胆に崩れて青い花で画面端。さあ、アルフの8攻めが、おお、自分から離れる。さあ、そして球を打っていく。さあ、スラッシュキック、隙が少ない。
った。コアコアからのコンボしっかり決めて、唐木さんのターン、イエス爆裂をしっかり上げられて、しかしタイガーキックが当たる。上から乗っかっていく。ジョーは対空はタイガーキックだ。一応タイガー対空に。なるほどなるほど。なるほどなるほど。タイガーキックは根元しか無敵がないぞ。通常法謎の覆面プレイヤーからいただきました。さあ、走行するうちに先鋒戦勝ったのは RF。そして時報は表強ですね。さあ、ネビタケ発動はしっかりガードをしたが崩れてしまう。さあ、発動コンをあっすぐ見つけてしまう。さあ、そして昇竜暴れで切り返して、さあ、またしても遠距離戦。さあ、7秒後しか反撃ないですよね。なんで反撃ないんですが、大パンを食らってしまう。さあ、これは若干厳しいか。しかし闇払いが当たって時報戦を制したのは荒木さん。さあ、 RL の時報はベニマル。しかしゲージ状況は荒木さんの方が若干有利。しかし、まあ、ドライブがないので致命傷にはならないでしょう。さあ、ND を振って地方戦勝ったのは RF。 さあ、先に大将引きずり出された唐木さん、大将はベニマル、ベニマル同キャラですね。さあ、ゲージ状況は唐木さん有利だが、大将を残しているためゲージの使いどころが難しい。さあ、橋を維持する。あー、前転で逃げられてしまう。しかし RF の中央、これが KOF 版 RF ダンスか。ショーキックの大キックを適当に押していく。さあ、あー、ちょっとまだ見つけてしまう。あれはテイクライジンがかなりいっぱい入るコンボで、あー、また見つけてしまうが、フォローもしっかりして殺しきる。さあ、大将戦。さあ、大将ダイモン対ベニマル。さあ、ダイモンはユクゾゲージが溜まっている。しかしベニマルも3ゲージあるので全然ワンチャンあるぞ。屈伸でかわして、あー、反撃がおそらく暴発か。さあ、またしても RF が適当にボタンを押していく。さあ、この RF ダンス崩せるか。レフダンスに巻き込まれてしまう。これはきついか。これはRF が踊りまくって、まず1本目制したのは RF。 ここでちょっと台が開いたんで試合してきますね。ちょっと実況謎のプレイヤーに変わります。トモアットマーク KP さん、トモさん、トモさん、俺と2世界で対戦です。こっちの方が大丈夫です。はい、梅園さんに代わりまして、レジオランダムと言いますが、こっち実況いたします。もう試合が始まってますね。RF 選手がこの折より、唐木選手が上ですね。今唐木選手が落ちてます。カリキャンパーで先鋒戦を制したのは RF。 あ、じゃあ RF、 じゃあ申し訳ません、唐木選手。どうやって RF の時報キャラベニマル、タイガーキックは決まり、
画面端追い詰めていく。タイガーキックは決まる。タイガーキックは無敵自体はもう根元しかないですが、まあ、地上攻撃に対してはもうほぼ確定のとなっておりますので、地上には打つ分には問題ないです。おっとベニマル EX ベニマルランサーを当て、 RF 選手は、先方のジョーを倒しました。で時報は、カラク選手の時報は今日ですね、今日が画面端に追い詰める。今日画面端に追い詰める。 RF もなんとか切り返していってるぞ。大キック、あっとベニマルランサーがまた決まる。おっと入れ替わって大キックRF の大キックと小橋が足がつく。あっと75キックからおぼろ EX おぼろで画面端、あっと昇竜ブッパー当たらない。先に大将が引きずり出されたのは、RF ですね。 RF の大将は誰だろう。おっとダイモンです。ダイモンドライブゲージは満タン溜まっているので、これは一撃が怖い。画面端を追い詰める。おっと大キックの怖い。おっと発動88から電子リーコンボを決めて、あっとコンボですか。おっとダブルアップ、そしてネオマックスが当たらない。あっとまた画面端コンボが当たる。75おぼろ弱音役、あっと音役が出ていないのか。おっと75式が誘いまくる。これはだいぶもう体力が残り少ないぞ。どうなる。おっと吹っ飛ばしを誘って体力は入れ替わるが EX 音役。これ唐木選手の勝利ですね。これで1対1となりますので、次に勝った方が勝者となります。お互いキャラクターのチェンジはなし。では先方より対上の試合となります。スラッシュキックが強い結構スラッシュキックは硬直時代が結構短いんで、そんなにめり込まなかったら反撃が受けないんですよね。また逆にタックルでタイガーキックがあるので、結構相手側手が出しづらいっていう状態なので、なかなか使えます。おっとジョーが追い詰めていく。おっと RF も切り返して、結構 RF のキャラって大キックが強いキャラばっかり選んでるような感じですね、今思うと。これおっと高飛ぶなと、これはスタンするのか、もしかして。もうあっとフィニッシュは当たらない。いって EX スタイガーで切り返す。鬼焼きぶっぱでどうなる。おっとガードから鬼焼きがガードされる。タイガーキックできっちりゲージも貯められ、先に時報キャラクター出てきたのは RF。おっとじゃあスライディングから爆裂拳。ジョーのスライディングですが、通常必殺技ではキャンセルかからないんですが、爆裂拳を、そういう爆裂拳がキャンセルかかるんですよね。そうこう言ってるうちにジョーの H ドライブコンボは決まったが、なんとか下は免れる。そしてベニマルの投げからの追撃コンボで、なんとか RF が先方のジョー唐木選手の女王を倒す。ちょっとだけやりたくないね。そうですね、時報対決だが、バールへのベニマのタイプはもう4割程度しかない。おっと鬼焼きを空振るが大キックで反撃。あと奈落がヒットし、おぼろ弱75式おぼろ、もう RF 選手のベニマルがやられ、大将のダイモンが出てきます。唐木選手は時報の強から体力がフル状態ですので、かなり有利な状況で戦いますね。おと地雷神が当たり、フェイントを使い分けていく。なおと75式が刺さる。大剣が当たり、
おっと RF の殴り合いが結構強い。ジャンプフットマンファイヤーで置き攻めは、おっとおぼろ車はお互い光る。あんまり体力が減りたくないが、だいぶゲージは十分にあるぞ。88キャーガーキャン前提をして、おっとバックステップを空中下ろし投げ。なかなか狙って出したのかな、これは。おっとジャンプ C が前か後ろか分からなくて、 EX 流れが刺さる。おっとジャンプとは追い詰めるが、鬼役対打ち。おっとRF のダイモンの大キックがね、なんとか時報の強を倒すことができました。まあ、ゲージがもう5本あるので全然ワンチャンはありますが、ただこの体力差は厳しいのか、どうなる。ジャンプ、おっと空中ライジングが刺さって、おっと発動コンボ、壊しから発動コンボを決めて、カラジ選手の勝利です。RF 選手負けてしまいました。まあまだルーザーズあるんで頑張ってください。次、次の組み合わせってこれどう、次どういう順番になるんだろう。だからルーザースか、あ、では、実況の方を梅園さんに戻させていただきます。